入ってますね。今回はね、こちらスイカゲームをねやっていこうかなと思っております。なんで私はこのゲームやりたいのかというと、何もやることがないからです。ということでね、もうネタが見つからないんでゲーム買えやってことで、240円課金してこちらスイカゲーム公式のやつをね買ってまいりました。一応ねプロジェクターと任天堂スイッチでも登場しているのですが、まあね、どっちも持ってないんでね、こちら今更ですがね、やっていこうかなと思っております。暇な時にやろうと思ってて、まあそれが今ってだけですね。で、一応ルールとしてはこちらですね。なんか果物がいろいろ進化していくよと、はい、で落としていくよと、でスイカにしようねみたいな感じなのかな。なんかもう初めてなんですけど、一応知識はねあるんで、そうやっていこうかなと思っております。スマホ版がどういうものなのか気になる。レディーゴーということでね、早速やっていこう。これ何、あ、なるほど、これをスライドして離すと落ちんのか。シュシュシュ、なるほどね。おお、なるほど、使いやすいね。一応でもん、あ、うん、コツとしてはの、なんだろう、操作性悪いなこれ。滑らんってか動かん。なるべくねちっちゃいやつを溜めすぎないことが大事らしいんで、これ操作性良くないな、本当に公式かこれ。なんでなるべくねちっちゃいやつをね、まあ触れさせないっつうか、まあそうですね、それこういう感じで合成していきましょうと。いいんじゃね、いいんじゃねこれで。どうしよう、あれちょっとちっちゃいのうざいな。ちょっとここでちっちゃいの固めて、その間に左で作って、よし、イチゴ来た。これ、ブドウになるでしょ。あ、ちょ、あー、なるほど。これがいけないのか。つまり、この、いわゆるさ、そう、こういう、いける？よし、オッケー。そうそう、こういう感じで、そう、なるべくね、一人ぼっちを作らないというか、よし、これでブドウでなって、で、みかん同士で、はい、リンゴと、あー、下に行っちゃった。なるほど。これがいけないのか。で、次、イチゴなんで。あー、無理だ。いや、いける？一応、いけ！頑張れ！あー。で、これ、リンゴで、そう、おー、桃になった。おー、いいね。いい、よし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 。そう、なるべく下に溜めないってことが大事。あ、ちょっと、ぶどう下になったけど、これで合わさって、よし、リンゴ。で、みかん。みかん、みかんで、梨にして、リンゴじゃん。あ、え、あー、そっか。で、これ、ぶどうどう、おしで、ブドウ同士で頼む頼む、よーしよしよしよし。でだ、ブドウと、なるべくね、無駄を少なくするっていう、もう現代にね、ちょうどぴったりハマっているって感じですね。フードロストをなくすっていうね。でだ、よし。で、操作性も慣れてきた。で、この下のイチゴが、よー、邪魔すぎる。いやー、なるほど、こういうさ、あ、パインになった。この下の、でも、あ、でもなんとかなりそう。なんか、なんとかなりそうなんで、よしよしよし。作っていくよ、このまま。で、ぶどうで、あー、ミスったか？いや、まだいける。あー、くそ、中途半端のところに作った。なんで、で、ここでぶどうを作るでしょ、よしよしよし。で、みかんをどうにかしたいんすけど、これ無理かな？ちょ、ここで一回作って、で、あー、ちょっと、下のあれがもったいない。一応も、あー、一応目標はね、スイカなんですよ。スイカを作ることなんで、それ以上は求めないんですけど、もう左に全部ゴミ捨てる。おー、イチゴになった。なんでこれ、ブドウ同士、よしよしよし。よし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 。でもちょ、パインが浮いてんのがさ、非常にもったいない。で、ブドウにして、はい、みかんにしますと。で、もう一回イチゴ。で、なにこれ、みかんか。みかんじゃない、デコポン。あ、いけるいける。合わさる合わさる。よし、オッケー。いや、ちょっとこの隙間が、あ、でも、あー、なるほど。そういう感じになったのね。このイチゴ持った、あー、ちょっと今のミスったか？でだよ。よし、梨にした。はい、リンゴ。ちょ、このさ、その、チェリーがさ、鬱陶しいんだよね。で、よし、みかんにして、よしよしよし。これで、リンゴになった。みかん、ちょ、待って。やばい。何も考えてないな。ちょ、いちご。うわ、ちっちゃいのうざい。どうしよう。ここに置いて、で、そう、これで、よし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 。で、これ、いちご、触れ合うでしょ。よし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 。んで、うん、次、ぶどう来るんで、ちょ、チェリー捨てるわ。チェリー捨てて、ちょ、ぶどうもどっか置いて、デコポもどっか置いて、あ、しなんか、グダグダになってる。
頭の悪さが露呈してしまう。あーなんかやばい、グダグダになってきてる。なんでここでできればね、そうやばい、フードロスが生まれてしまう。おーおー、なんか桃になった。よし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 、一応パインはあるんだよね。パインの次はメロンかな。メロンにしたい。で、あーやばい、でブドウにして、よし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 、いいぞいいぞ。でこれ次ブドウなんで、ここに置いて、これどういうのがいいのかな、なんかスイカゲーム攻略とかあるんかな。でリンゴにして、でもなんか順調っぽい気はする。でもちょっとやっぱりフードロスがもったいないですね。で、はい、よし、梨にしたし、いちご邪魔、いちご邪魔すぎる。で、はい、こうしてこうと、でここでブドウにして、このねあれが邪魔なんですよ。どんどんちょっとやばい、負債が増えて、お、来た来た、メロン来た、メロン、よし、これはねかなり大きな進歩ですね。でこの下のねチェリーをどうにかしたいんですけど、これは救いようがないのか。やばいな、いける、いけ、頑張れ、いけるでしょ。いや、押す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 、押せ、よし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 、どうにかせ、あー、いけ、間に間に間、あーで、みかんにして、はい、あー、くそ、どうすればいいのか。このブドウねどうにかしたいんですけど、やばい、攻略法とかわかんねえな。このちっちゃいのが邪魔なんだよ。そ、これで、この間にあるの腹立つな。この、そう、デコポン同士が合わさればね、強いんすけど、これ、スイカにできんのか？はい。これでみかんにして、リンゴにして、梨にして、あー、やばい。これちょっとやばいんじゃないの？これ。なんか徐々にやばくなっている気がする。なんていうか、この下のちっちゃい奴らがさ、余計すぎる。まあ、これがね、初見プレイってやつですよ。知識はあるけど、あ、終わった。1583か。まあ、とりあえずこれご、1万な。これ、チートだろ。ということで、リトライですね。前回の反省を生かし、ゴミを作らないことが大事なのかなと。なんでね、集中しつつで、もう的確に投下していくと。で、ネクストを見ながらね、そう。ネクストを見ることが何よりも大事。これ、蓋をして、よしよし。まあ、まずはね、あー、ちょ、そういうのだよ。で、ここで、よし、回転かけて、よし。合わされ。だから、こいつらは、よし、オッケーオッケーオッケー。合わせて、よし、合わせた、よし。で、ここでリンゴつくでしょ？ちょっと、動かす、リンゴ。あ、イチゴだけじゃ無理だ。いけ、動かせ、よし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 。そうそう、こういうの。で、次、チェリー2連発降ってくるんで、ここでブドウ作ると。よし。で、もう一回チェリー振るでしょ？で、デコポン来る。はい、よしよしよし。で、ここでチェリーを無駄にしてはいけないと。よし、これでいい。で次デコポン2連発来るんで、デコポン、デコポンでな、リンゴにして、よしよしよし。で、ここで、あー、ちょっとそう、こういうのなんだよな。そう、このチェリーをね、死なせてはいけない。このチェリーをどうにかして生かさなければならない。そのためにはどうすればいいのか。で、ここでリンゴを作るでしょ？よし、桃になった。で、ここで、デコポンにして、よし、次チェリー来る。このチェリーを、だから死なせないと。よしよしよし。あ、ちょ、ミスった！あー。すいません。あ、そう、こういうのなんだよ。あー、やばい。あ、でもまだ、よしよしよし。まだいける、まだいける。なんでちょっと、ここのチェリーはちょっと、外れチェリーなんで、逃がせて。よし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 。ここで、そう、だからちっちゃいもの同士やちっちゃいもの同士で、まあ仲良くしてもらうわけですよ。で、ブドウが来るんで、ブドウはここにして、よし。リンゴにして、ここで挟むと、挟む。あー！で、ここでイチゴ。あ、イチゴ！これはね、来る。来るんで、待つ。ほら、来るでしょ、来るでしょ、来ない。だからここでちょっと作って、作って、よし。なんとかなるでしょ。ここに挟まってどうなるか。いちご合わさらない。そう、ここでいちご合わさって、ぶどう合わさってってなってほしいんですけど、これはちょっと、
待機ですね、待機。これなんとかならない、これで。ならない。なるほどね。まあそういうのもいいと思いますけど。でリンゴ作ってちょっと徐々にさ、やばくなってきてないか。難しい。で、これブドウを作って、よし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 。そう、こういうのなんだよな。待った甲斐があった。で、ここでチェリー、チェリーんで、これブドウ作ったら、あのチェリーが残る、いちごは残るんで、これはスルーして、で、みかん。このさ、左下のやつどうにかしたいんですけど、あれ、またミスった。これまたミスってんな。いや、いける、合わされ。よし。で、これで作るでしょ。でこれ一気にポーンってなれば、なんとかなりそうな気するんですよ。で、来た来た、よし。あ、チェリー、このチェリーはちょっと見逃すしかないか。蓋をしよう。あ、いけたな、今の。あ、ネクスト見てないから。でもまだいける。こういうのなんだよな。でもまだいける。よし。これで、よし。よし。よし。で、一旦これは見逃す。なんて移動だ。いやー、難しい、これ。なるほど。やっぱね、このゲームっていうのはね、待つことが大事なんだと思いますね。待たないからこうなると。なんでね、このゲームは現代にね、そういう語りかけをしてくれてるのかもしれないですね。はい、無理。待つことも大事だよってことね。でもね、もう、こぞってさ、みんなスイカゲームやってたじゃん、一時期。まあ、去年なんだけど、去年の年末、まあ、11月ぐらいかな。もっと前か。にしてたんすけど、まあ、なんでこんなみんなご就寝なのかと、配信者であったり、まあ、動画投稿者がね、まあ、こんなご就寝な理由がわかりましてね、やっと。まあ、これはね、まあ、面白いわ。やっぱりイライラもあるんですけど、やっぱりね、その、合わさった時とかさ、そういう快感であったり、その、わずかな動きの、そういう機微であったり、そういうのがね、こと細かくて面白いですね、やってて。快感というかさ、まあもちろん苦しみの方が多いんですけど、そうね、わずかな快感を求めて、まあね、やっていくって感じなんですけど、こっちちょっと、このチェリーがさ、チェリーがさ、ちょっと気になるんだよな。で、一回なしにして、そう、チェリーをちょっと、よし、チェリーを犠牲にはしないと。で、ここで、イチゴがね、分かされてるんですよ。うん。なんで、このね、イチゴをね、殺すわけにはいかない。そのためにはどうすればいいのか。いや、マジでどうすればいいの？あー、ちょっと今のあかんかったか。リンゴにして、いや、難しいな。いやー、難しい。これ、いや、余裕がなく、あー、ちょっと、余裕がないな、これは。これ、多分、あかんでしょう。はい、いけ、よし。で、たまに緩急をね、入れないといけないんだよな。はい、はい。これ、ちょっと、外れだな。外れっつうか、まあ、自分が悪いんですけど。これって、運ゲーあんのかな、そのさ、順番とかさ、そういうので、上振れとか、引いたりすんのかな。でも、思うのが、やっぱり、その動画ってよりも、まあ、配信とかでさ、生放送とかでやりながらしたいゲームだよねって思うんで、やってみるのありかな。最近ね、生放送全くしてなくて、まあ、リアタイのね、生放送とかね、しようと思ってたんですけど、そう、リアタイの生放送とかしようと思ってたんですけど、正直、面白くないんでね、こういうの、でも需要あんのかな。自分ってパワープロ栄冠ライン以外に需要あります？うん。正直、もう定期的にガチャが出るたびに、引くべきかって言ってるただの引くべきかボットみたいになってるんですけど、私自身を応援してくれてる人っているのかな？そこら辺わかんないですね。一応ね、毎回ね、動画をね、投稿するたびに、高評価を押してくれるね、方がいるんですけど、その方いつも感謝してます。どなたか存じませんが、名乗ってくださるとめちゃくちゃ認知すると思いますね。でもやっぱりコメントとかさ、まあ、してくれる中で、まあね、毎回コメントしてくれたり、そういう人たちはもう覚えているし、
コメントね、お前読んでんのかって話なんですけど、そもそものコメント数があまり多くないので、もう全部見てますね。目を通してます。てか、通知が来るようになってるんでね。コメントが来たら。なんでね、ちゃんと認知しておりますよ。なんで、うん、コメントをそれでしてくれる人が増えたら嬉しいなと。そう言ってるうちにさ、ちょっと頭が悪いことをしてるんですけど、これってしょ、終わりだな、これ。さすがにこれは自己ベストを更新できないような気がする。おー、あはははは、あそう、こういうのなんだよな。そう、こういうのを求めて人々はスイカゲームをやるんじゃないでしょうか。このさ、何も今仕組んでないけどさ、このわかる大爆発、まあ、爆発祭り、まあでもこれもただの多分延命措置になっただけだと思うんですけど、今のちょっとミスったな。このチェリーがどうにかならないね。やっぱり他のね、やっぱ追加ゲーム偽物がいっぱい出たじゃないですか。その中でもね、やっぱ本家、やっぱこのね、本家のスイカゲームの滑りがいいっすね。他のゲームもね、友達に見せてもらったりしたんですけど、滑りがおかしかったりしてるんで、やっぱりそこはここでしか再現できないのかなと。なんで、本当にね、そのスイカゲームとやらをね、楽しんでみたいのであれば、購入してみるのもね、全然ありだと思いますね。まあ、単純にね、スイカゲームとは何ぞやみたいなのはね、もう手軽にね、触ってみたいのであれば、まあ全然無料版でも、無料版つかまあ、真似したやつでもいいと思うんですけど、まあどうでしょうね、それは人次第。まあ、自分はね、こうやって動画を撮ってるんで、その点でやっぱり、まあ、さすがに正規版を、買うのがいいのかなと。うん、偽物をさすがに紹介するのはね、ダメっていうかまあ、気が引けるんでね。で、そうこうしているうちに、まあ、下手くそプレイをかましていくと。そう、この押し出す技術がね、ないんすよ。ってか、まあ、これってなんだろう、パズルゲームなのかな。まあ、このパズルゲーム系で言えば、昔あれですね、動物タワーバトルがね、めちゃくちゃ流行ってたんですけど、その部類かな。おー、その部類なのかなと。おー、やっぱりこういうパズルゲーム系ってさ、めちゃくちゃ入るときあるよね。うん。基本的には外れるんですけど、たまにこういう感じでね、まあ今はもう、どうだろう、スイカゲームさすがに、落ち目になってるとは思うんですけど、これどうだろう、達成できないか、これ。なんかね、自分の頭脳じゃダメな気がする。生放送でみんなにアドバイスもらいながらやるのがいいのかな？どうだろう。ほい。ほい。だが、うまくいかないね。なるほど。押し出せ。はい。難しいね。で、これでリンゴにしたけどって感じ。なんかでも、スイカゲームさ、その、スイカゲームだけじゃなくて、なんか逆スイカゲームみたいな。スイカを作らずにどれぐらい積み重ねられるかみたいな、そういう遊び方も生まれてね。まあさすがだなと思いましたね。走行しているうちに、はい。この、よし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 。この触れ合う触れ合わないがね、あれなんですけど、さすがに、無理でしょう。無理無理言ってる割には割と続いてるんですけど、さすがに限界のような気がしますね。難しい。非常に難しい。はい、ということで、気を取り直してね。何回目だ ?4 回目?一応今動画撮影から26分が経ってますね。どうだろう、どんぐらいの区切りにしようかなっていうか、マジで時間泥棒だな。30分座れてるわけでしょ。もうあれだよ。30分ってさ、まあこれ4回で30分なら、なんだろう。大学の講義、これ12回やれば大学の講義終わるって感じですからね。単純計算で。なんて時間泥棒だと。それは難しいね。リンゴにして、梨にしましょう。よし。んで、リンゴにして、このね、ブドウとブドウの間のチェリーをね、見殺しにね、してはいけないんじゃないでしょうか。よし、桃にした。よし、救えるぞ。よし。でだ。これはこれでブドウにしようと。うん。なるべくちっちゃいのは端っこにね。うん。それ意識でいこう。まあ、今回で言えば右端かな。ああ、おお、危ねえ。チ
ェリーを殺してはいけない。リンゴにして、あー、そう、これだよ、これ。そう、取り残されちゃったね。これ、リンゴにしてもしゃあないので。あー、もう、よし。あー、もう、腹立つ。なるほどね。みんなの脳が破壊される理由が分かったと。とりあえずちょっと早めにアリを作って、でもこのチェリーをねどうにかしたい。見捨てるわけにはいかない。このチェリーちょっとさ、このチェリー不良再起になりそうだよ。このチェリーの距離を保っておきたい。このチェリーをね不良再起にしてはいけない。いけ、あーやってもうた。いや、まだ救い終わる。ほい、これダメだな、これダメだな。いや、まだいけるか。ここに落とせば間に落ちて、いけいけ、あー無理だ、これは無理だ。なんでちょっとその隙に別のチェリーを救っておきましょう。チェリー邪魔だな。チェリーいけ、お前は無理なのか。無理だなこれ。ちょチェリーちゃん、ちょっとこの間のチェリーはちょっと見殺しにしつつ、いけ、ここはね、よし、ブドウにして。でもブドウにしてどうすんだって話なんですけどね。やっぱりこういうのは頭いい人ができんのかな。うん、視聴者さんの中でいますか、ちゃんとスイカ作れた人。ってかスイカを複数個作って消せた人いますか。これもなんかダメそうな気がする。なるほどね、難しい。なるほど、全く予期してないね。まあこういう大爆発があるからみんなハマっていくんだろうね。これで一気にスイカとかになったらさ、脳汁やばそう。でも僕は無理そうですね。まあ、こういう感じで下手くそなプレイしてるんで。でだよ、パインはできてメロンもできたんだよ。メロンゲームであればもうね、僕はもうクリアしてるんですよ。あっくそ、よし、みかん、お前いける。くそ、押せ。うん、そう、メロンゲームであれば僕はクリアしてるんでね。そう、こういう感じで、まあこうなると無理なんだろうな。無理って分かっててもなんでやるかっていうと、なんでだろうね。まあトークしてたら頭回んないっていうのもあるんですけど、みんなからねアドバイスもらいながらやるのもいいかな。そんな真面目に今やってるわけでもないですし、みんなでわちゃわちゃできたらいいのかなと。そういう感じ、もう実に配信者向けのゲームだから、やっぱりこういう感じでね、最近まあツイッチであったり、まあオープンレックであったり、そういう、まあ、配信媒体がさ、まあいろいろ広まってるわけじゃん。その中でね、こういう配信ブームの中でこういうゲーム、配信向けのゲームが来たから、まあ流行ったのかなってもありますね。あると思う、うん。でこれを無視はもうできないけど、もういっか、うん、なんとかなれ投法でいくわ。もうやっぱりこういうね、まったりしながらできるのもいいっすね、たまには。うん、その殺伐としてるんで、普段、うん、普段殺伐とした中でこういうねのほんとねゆるくトークを交わすのも悪くないんじゃないかなと思います。自分のトークにねどれぐらい、まあ需要があるのか分かんないですけど、まあこういう感じでね、まあ言ってしまえば YouTuber らしいことをねできてるんじゃないかな。もうね、登録者数もね徐々に増えてきて、やっぱり動画見てくれる方が増えてきてるんでね、こういうね動画とかもね出していけたらなっていうか、まあ再生回数が回ればなって思ってるんですけど、まあそううまくはいかないのかな。ただね、そういう少数の人であってもね、こういうまあグダグダなね、まあ言ってしまえばまあ需要のない動画もういいんじゃないかなと思ってるんでね、コメントなどねこういう動画でくだされば非常にねやりがいがあるのかなと思いますね。やっぱり動画投稿者のモチベを上げる一番の方法って、まあ登録、チャンネル登録が増えることもそうですけど、やっぱりコメントが一番いいね。うん。そのコメントでさ、普段いつも見てますとかさ、そういうコメントもらうとさ、もういくら動画やめたくてもさ、やりたくなるんだよね。それぐらいね、コメントの力って、すごいっすよね。うん。そうこうしているうちに、まあ下手くそプレイをかましていきますと。もう後先考えてない。次ラストにしようか。さすがに、うん。尺的に、動画の、まあ、尺っていうか、まあ、録画されてない場合があるんでね、動画長くしすぎると。そう、こういうので一気にね、大爆発してくれたらいいんですけど、まあ、そうはならないと。
なるか？ならない？なるか？なるか？このね、間のちっちゃいやつが邪魔なんだよな。まあそう、世の中はうまくいかないというね、たまにはいいこともあるけど、そう長くは続かないっていうね、こともね、このゲームはね、教えてくれてるんじゃないでしょうか。まあ素晴らしいゲームですよ。ゲームを通じてね、まあこういうね、世の中の不条理を、不都合、理不尽をね、分かってくれる人が、増えているのは、いいんじゃないでしょうか。ラスト、行かせていただきます。もうちゃんとね、やろ。でだ、そうだ。皆さん気づきました？前回の動画かなから、なんとね、私マイクを買ったんすよ、東京でね。そう、なんかの動画でさ、東京でちょうど旅行してるって話をしてたんですけど、その時にね、秋葉原に立ち寄って、まあマイクを買ったわけですよね。で、今マイクを使ってるんですけど、どうでしょうか。今まではさ、やっぱスマホ録音してたんですけど、やっぱり、頑張りたいからさ、YouTube って思って、まあ、買ったんすよね。まあ、それ以外にも使えそうだしね、普通に。どうでしょうか？結構ね、気に入ってるね。そこまで値段は、まあ、普通の値段。まあ、高すぎず安すぎずって感じのやつにしたんすけど。まあ、個人的には結構値は張ったけど、まあ、一般的に言えばそこまで高くはないものなんですけど、まあ、結構いいね、まあそこまでね、最初は、それで引き上げかどうか出し、動画出したんですけど、マイクのミス、向きミスってて、ちょっと音質終わってたんですけど、そう、一方向性のマイクっていうかさ、その正面からだとしっかり音が取れますよってマイクにしてて、まあね、まともなもの買ったなと思いましたね。やっぱ動画用でね、それなりに物買ってるんでね、一つ前で言えば、キャプチャーボードとかも買って、まあ、生配信用ですね。それで買ったんですけど。まあ、はい、だから配信もしたいんだよね。せっかく買ったんだからさ、そういうの。なんで、そう、頑張りたいよねって思いつつ、頑張れてないのが現状なのかなと。でだよ。全然さ、欲しいものが降らない。チェリーが降らないんだよ。そう、チェリーをさ、この、入れ込みたいんだよ、間に。チェリー、あー、おー、危ねえ。でだよ。そう、チェリー、なんで来てほしい時に来ないの、チェリー。ポン。あ、終わってないや、終わったな。そう。来る時に来ないんだよね、チェリー。だから僕は君が嫌い、チェリー。お、いや、いいね、いいね、いいね。いいよ。でもチェリーが来ない。いや、これどこに置く？このさ、ちょうど上にポーンって置けるわけないよな。右に、よし。ギリ？いや、なんか厳しいな、これ。チェリーをさ、待ってんだよ、俺は。俺はチェリーを待ってんだよ。ストロベリーじゃねえんだよ。チェリーを待ってんだよ。チェリーが欲しい。いや、マジでさ、来て欲しい時に来たー！よし。あ、でももう遅いよ。そう。チェリーはさ、嫌われ者なんだ。来て欲しい時に来ない。で、どうでもいい時に来るんだよ。これがチェリーなんだよね。そう。もう今来て欲しくないんだよね。俺チェリー嫌いだ。新しいマイク買ったけど、チェリー嫌いだ。だから、お前は、もう、一生来ないでほしい。たださ、なんか、おぉ。いわゆる、まあ、偽スイカゲームアプリみたいなものは、なんか、都合のいい機能があるらしいですね。広告見れば、いい盤面に整えるよ、みたいな。意味ねえじゃんって思うけどね。なんか、広告くれば、ネクスト変えれるよ、みたいな。まあ、それはそれで、楽しいのかわかんないですけど、やっぱりね、そういうの、いらないっすよね。で、やっぱり、有料版なんで、まあ、広告も出ないと。これ、何気にいいよね。クソゲー、やってる時、たまに思うんすけど、広告邪魔だなって思うんすけど、それがね、来ないのはね、非常にね、素晴らしいことなのかなと。でだよ。来ないよ。で、リンゴにして、そう、このね、桃をね、どうにかすればね、まだ勝ち筋あると思うんですけど、桃をね、製造できない。リンゴとリンゴ合わさらない。そう、梨はできんだよ。で、今、チェリー来てほしいんですよ、マジで。チェリー来てほしいけど、あ、来ない。はい。マジでね、チェリー嫌いだ。もう食わん。
で今来んだよ、遅えんだよ。そうこれがチェリーってやつ。来た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 、よしナイスチェリー、お前が好きだ。よしパインになった。でもこれ下が邪魔すぎる。今だ、よし。そうこういう感じでね、待たないといけない時もあるし、攻めに行かない時も、攻めていかないといけない時もあるんだよね。これがねスイカゲームの大事さ。そのゆっくりも大事、それ立ち止まることも大事だけど、ああそう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 、こういうのだよ。攻め、ゆっくりしないといけない時もあるけど、まあ攻めていかないといけない時もあるよねっていう。なんか盤面が悪いぞ。まあね、初心者がいればこんな感じですよ。まあ大して頭使ってないんでね。まあ、他のゲームやるときもそうっすよ。あんまし自分集中力続かない感じですね。大学とかでもさ、課題出されたら、僕、もう一日終わらせるんですよ。もうどんなに長い課題でも、まあレポートですね。レポートが出ても、絶対に一日終わらせる。もう短期集中型ですね。例えば、一つ空きコマができましたと。その間に、もう一つも、おらーって終わらせる派？逆に、もう二日三日、まあ長くて三日かな、そんぐらいしか書きられない。もうその時のね、思い出で書いちゃうんで、時々理論破綻しちゃうこともあるんですけど、まあなんやかんやそれで、まあ単位取れてるんでいいかなと思ってるんですけど、皆さんはどうでしょうか？いろんなタイプがあるじゃん。なんでね、どれも適当？本当に、ゲームに関してはもう適当にやってて、まあもちろんサクセスとかが、それなりに考えてるんですけど、まあ例えばモンストとかだと適当に弾いて、もう運を狙ってるって感じですね。もう試行回数でどうにかしちゃう派？なんで、はい。で、ここで来てほしくないチェリー君と。俺、お前が嫌いだ。あ、終わった。ということでね、はい。もう最終的に3桁になっちゃったな。ということで、スイカゲーム。はい。まあ、スイカゲームというより雑談かな？まあ、雑談やっていきました。どうでしょうか？ということで、次の動画で会いましょう。バイバイ。